はい、皆さんこんにちは、ワナルグルビッシュです。では今回は信長の野望天下創生続きをやっていきたいと思います。前回は信長プレイで桶狭間の戦いのイベント中心に見ていったので、今回はその続きになります。で、早速大好きな前田刑事がちょうど清須にいるじゃないかということなんで、これ信長を派遣してでも登用しよう。よし、刑事が来た。この刑事が来たっていうだけでも全然テンション変わるよな。で、あとはまあ適当な人間を派遣して長近で、いつもお話してる内容にはなるんですけど、この信長の野望に関して言うと、ある程度武将がいても困ることはないので、命令回数っていう概念がね、できている今作この天下創生では武将の数がいてもあまり意味はないんですけど、逆にいすぎて困るということもないので、まあいればどんどん雇っていきましょう。ポケット戦国とかになってくると武将が多くなるとかなりきつくなってくるんで、結局解雇したり しなきゃいけなくなるっていうことがたまに出てくるんですけど、そういう心配がね、この信長の野望に関してはないっていうのは大きいかなと思います。で、お金が多分足りなくなっていくので、お金の対応として商人町を建てていって、商人町の周りというか商人町で取り囲むように宿場を建てるっていうね、形でやっています。あとは治安を一回入れておきましょう。治安隊長成政です。で、この先の当面の動きなんですが、史実通りまずは美濃攻略ですね。これを行っていきたいと思っています。で、ここで浅井家のイベントが始まったので、これは見ていきましょう。
では今のイベントで、浅井家が久政から長政へと代替わりしたというところになったと思います。この後ね、浅井長政と、同盟を結んでいくような進め方をすれば、史実通りの進め方というのもできるのかなというところですね。で、あとは忘れないうちに登用を見ておきたいんですが、今回登用できる人材はいないね。で、お金もないので、できれば鉄砲を買いたいなという思いはあるんですが、鉄砲の買い増しも一旦見送りましょう。で、勝家を送り込んでいるんで、勝家のところに誰か武将を派遣しちゃった方がいいかな。勝家のところにもうちょっと戦える武将を入れていきたいな。とはいえだ、秀吉クラスを出すのはもったいないとか、手元に置いておきたいし、数正も出せない、刑事も出したくないってなると、現状の戦力でいうとやっぱ勝家中心に戦ってもらうしかないのかな。名古屋城にはあとは丹羽長秀がまあそこそこ戦えるかなというところで、他は微妙ですからね。かといって成政か、成政を勝家の与力扱いとして入れちゃいましょう。で、お金がなくなったので一旦ターンを進めます。この天下創生ではお金が入ってくるのが、おっと、ここで光秀が登用できる。光秀は登用しちゃおう。光秀の能力は申し分ないはずなので、お金が増えてないと思うんですね。さっきのターンから春にならないとお金が増えてこないので、このターン正直何もできないというところになってしまうんですが、一旦光秀の能力だけ確認しましょう。光秀はというと、政治が89、統率が72、統率が思ったよりは高くないかな。秀吉クラスかなと思ったんですが、秀吉よりかは1ランク劣るような扱いですかね。ただそれでもやっぱりバランスよくかなりの高能力を持っているのは間違いない。で、今回はさっき数正を使って忍者を岩村城に出したと思うんですけど、岩村城の攻略をね、仕掛けていければいいかなと思ってます。で、武田が長野に攻め込みましたね。で、勝利したか。城も取ってるな。で、登用ができるんで登用しちゃいましょう。徳山か。これは数正がやりたいというなら数正でもいいけど、数正よりかは秀吉あたりに任せちゃいましょう。で、お金がないんで何もできないので、せっかくなんで今回のターンで一旦岩村城の動き確認しておきましょうか。岩村城がどれくらいの兵が入ってるかとかっていうのも含めて確認しちゃいましょう。出す部隊なんですが、まず信長が2000、勝家が1200、義成が200、長秀が1000、信盛が300。この構成でいいかな。義成、信盛は恩人を守らせたり、あるいは敵と交戦して敵が撤退するんであれば、その追撃とかに当たらせるっていう任務で、一旦この布陣でいきましょう。主力は信長、勝家、義成、長秀の、2000、1200、1000、これが主力になると思います。で、出てくる敵がね、おそらく半兵衛、あとは小六、利光、牧前、含めた美濃三人衆、この辺りが出てくるんじゃないかなと思うので、容易にはいかないかなと思います。お、早速ですね、半兵衛に森綱、利光、正勝、八谷、信長の相棒の美濃攻略の中でいつも出てくる面々ですね。そしたら、敵の数が2700ということで、もちろん信長の軍勢の方が数は多いんですけど、まともに城攻めしても、実はこの天下創生って城がすごく硬かった覚えがあるんで、こういう時はまず焼き打ちをかけて敵を野戦に引きずり出しましょうというところからやっていきます。なので、ずらっと部隊を選んで、
焼き打ちをかけていきましょう。で、焼き打ちをかけたらおそらく敵がその焼き打ちを妨害しに出てくると思うので、それを格好撃破していく形かな。早速ミニマップ上で敵が動きましたね。敵が動いたので吉成をちょっとずらしましょう。吉成の方に来られちゃうと吉成の部隊小勢なんでやられちゃう可能性があるんで、よし、吉成はスルーされたね。そうなると残りの全部隊でまずは8屋台を叩こう。で、森吉成なんでここに入ってきたかというと、敵が帰っていく時が来るんで、そこで吉成、まあ、数は少ないんですが、この吉成で残りの部隊を撃ち取ろうという策ですね。信盛の部隊がまずいな、一旦帰らせよう。まあ、残りの部隊で十分敵は撃破できる。森綱の部隊まず削り切るか。よし、あとは56の部隊を袋にしよう。予定通り撤退をした八屋隊を敵の城門前で待ち構えて撃破できましたね。でちょっと信長がまずいので一旦信長を本陣に帰らせよう。で残っている部隊で八塚隊を叩く。で利光の部隊がまた敗走をしているんで、利光の部隊はまあ十分に防御できるかな。信盛の部隊で本陣を守らせてるんで、一旦本陣に入れちゃおう。で斎藤利光はこれそうだるよね。勝家隊を一旦吉成の部隊に合流というか全部隊合流だな。勝家も合流でいいか。ちょっとね、庭ちゃんと勝家が士気が下がってるんですけど、まあこれはしょうがないかな。ちょっと待ってね、今逃がしたのは八塚隊逃がしたか。そうすると勝家の部隊と庭の部隊を一旦本陣に入れて士気を回復させよう。で信長は焼き打ちをかけて、八塚隊をおびき寄せよう。で八塚隊を撃破するっていうのが一番いいかな。八塚隊が多分また出てくると思うんで、出てきた八塚隊を叩くという流れですね。で勝家は士気が回復してるんで戻しましょう。お任せください。で案の定寄ってきた八塚隊を攻撃で、森吉成隊はまた敵が撤退するのを待ち構えましょう。で勝家も戻す。やっぱり正勝、まあ小6ですね。小6強いね、こうやって見ると。普通に強いわ。信長が押されてるもんね。信長が壊滅するのはまずいんで、一旦信長は本陣に戻します。
信盛の部隊が壊滅、まあ、信盛の部隊はしょうがないか。で敵はこれを見る限り本陣に追撃をかけてくるな。信長の追撃か、違うな、フェイクか。やるなコロク。これ吉成の部隊で支えきれるのか。コロクの500突破されるよね、あっさり一瞬で突破されたな。そうするとどうする。ちょっとこの数で戦うのは厳しいな。焼き打ちをかけておいて、次のターンに持ち越しますか。次のターンというか次の後期を待ちましょう。まあ、せっかくね出陣してきたんで敵部隊壊滅させられたのもあるし、まあ、信盛が壊滅しましたけど手ぶらで帰るわけにはいかないので、まあ、できるだけここは焼き打ちをかけて削っておきましょう。本当に厄介だね、ハチスカ隊は。まあ、さすがさすがという感じはするけどね、コロク。信長がやられると終わっちゃうので一旦信長は本陣に引きます。まあ、本陣に信長を入れてる限り本陣が抜かれるってことはないと思うので、まああわよくばハチスカ隊を包囲殲滅できれば一番いいかな。ちょっと待ってね、そうすると森吉成隊を今度こそだ、きっちり配備してハチスカ隊を撃破しきるというのはありだな。軍馬が欲しいな。軍馬があれば追撃がもうちょっと楽になると思うんだけど。進め。いやハチスカ隊本当に足も速い。ハチスカ400、森吉成がこらえてくれれば足止めできればここでどうだ、理想的な展開になるんじゃない。まあ持つのかっていうのはあるけどね。森吉成の部隊が持つのかっていうのはあるけど、持ってさえくれれば五六の部隊壊滅させられる。いや本当に正勝鉄壁出してきて強いな。突破された、マジか。最後の最後もここ突破しきるか。さすがはコロクよ、欲しい。いやコロクめちゃくちゃ強いね、最後の最後まで。ヤグラだったら歌舞伎門攻略した方が早いかな。まあここは攻略には至らなかったんですが、まあ、攻城戦としてはどうでしょう、悪くはなかったんじゃないですかね。ただ部隊数はともかく兵数はだいぶ削られちゃいましたね。ようやくお金ががっつり入ってきたんで、またこのがっつり入ってきたお金で1年後のためにまたがっつりお金稼ぎのために奔走しましょう。本当にもうこれお金稼ぎゲームなんで。で人事登用はないので論功行賞で
忠誠がいまいちの部署、光秀忠誠低いな。いや光秀忠誠低いわ。まあ、70ぐらいまで上げとこうか、心配なん で、あとはどうしようかな。まあ、内容の攻略はしておく。まあ、美の三人衆が寝返ってくれるというのは一番いいと思うんだけど、なかなかそうはいかないですからね。まあ、史実だとね、美の三人衆が寝返ってきたのを皮切りに一気に、美濃攻略したんですけど、長野家が滅んで、これ北条と武田が中の滅ぼした形だな。それにしてもお金の減りも激しいな。さて、そしたら、まあ、光秀70あるので、一旦このままにしておいて、お金がないんで、まあ、やれることはだいぶ制限されてしまうんで、まあ、内容工作ぐらいは入れておきますか。で、もちろん、数マスを入れて、さらには、治安ですね。治安隊長がいなくなっちゃったんで、新たな治安隊長に吉成を指名しよう。梅雨が明けたらまた美濃に攻め入りましょうか。で、そろそろその美濃に対してまとまった軍事行動を起こすための兵士数が欲しいんですけど、ちょうどさっきまでいた商人がいなくなっちゃったんで、商人がいればね、米を売ってお金を得たかったんですけど、まあどうしようもないかな。そしたらここはまた計略を引き抜きできる、引き抜きしちゃう。引き抜きができるんだったら引き抜き、この中で引き抜きたいのはどうだろうな。忠誠が高い武将をやっても無駄だからな。稲葉かな。一徹、よし。一徹がこれで出陣さえしてくれればありがたいな。で、さらには、信長、いや、秀吉を使って、稲葉山にも出しましょう。お金ばっかり使っちゃいますけどね。できればね、斎藤利光もしくは五六半兵衛、この辺りを引き抜きたいんだけど、そう簡単には引き抜けないか。あとはひねのは忠誠高いからな。あとは八谷、一徹の長男定道出てくるかどうかわからないというか、多分出てこないからね、あまりにもしょぼくて能力的な話をしてますけど。そしたらもうこのターンで開発を入れちゃおう。待っててもおそらくお金は増えないので、まあ出すしかないね。吉本亡き今川が攻めてくるとは思わなかったな。まあ、ここはじゃあ勝家、いや勝家だな、勝家、あとは成政、合計2000。まあ2000の援軍出してあげればなんとかなるでしょう。敵は信虎、信虎がいるか。信虎能力多分高いと思うんだよね。で、あと朝比奈、久能、天野に菅沼。まあ注意しなきゃいけないのは信虎ぐらいかな。
で、味方はというと家康に忠次合計2800、まあ、数の上で言うとちょっと劣ってはいますけど、こちらは援軍として2000さらに増援が入るんで、しかも精鋭勝家、さらには治安隊長なりませんつくんで、まあ撃退はできるかなとは思うんですけどね。さあ早速到着したね。到着した。とりあえずだ、天の隊、九の隊、この辺りを激足に向かう。敵は本陣を取り囲むようにやってきてるんで、まあ、こちらはそれに対してさらにその後ろをつくような形で攻撃を仕掛けていこう。お任せください。九の隊ぐらいはねこの際撃破してあげましょう。敵の動きがちょっとわからないな。朝日奈隊が取り残されてるんであれば、孤立してる朝日奈隊を殲滅してあげる方が早そうだね。よし、信太郎が撤退したことによって一旦吉本軍は撃破というかね、ああ吉本じゃないね、今川軍は撤退させたので、ここだな。兵数がいまいち回復してこないな。どうする、もう一旦待ちましょう。まあみんな着々と領土を広げてるからね、美の攻略が本当に大変なんですよね。本当にありがちな美の攻略に時間ばっかり取られるというパターンになりつつあるな。まずは重治、まあ半兵衛ですね。大丈夫か。まあそうなるよね。まあなかなかうまくはいかないよね。今回は信長は出さないの？いや信長出さないという選択肢はないよな。結局この布陣になるのか、しょうがないな。数はそれなりに出せるね。ただこれで一度出陣する信長がいないけど、数は7200用意したか。そしたらいつも通りの作戦でいこう。まずは歌舞伎小屋が立っているのか、歌舞伎小屋を破壊しよう。で秀吉を取り逃がさないための配置に置いておこう。敵は撃って出てこないね。だけ破壊しても出てこない。
ようやく敵が動いたな。すかさず秀吉の部隊は岩村城の入り口付近に配備。ひねの隊か、どこを先に叩く。正勝強いんだよね。ただ正勝を撃破できればだいぶでかいからな。で勝家はちょっと後ろに避けよう。勝家がやられるとまずいんで。直政の部隊がやられたか。まあこれは計算のうちかな。お任せくだされ。で勝家はやられるとまずいんで一旦本陣に返そう。で秀貞の部隊も一旦本陣に入れよう。で残りで対応だな。逃がすな、逃がすなよ秀吉。取り逃がしたな、これは。取り逃がしたね、取り逃がしたか。まあしょうがないね。そうしたらまた焼き打ちを行っていきましょう。で秀吉がここにいるとやられちゃうんで、秀吉も一旦焼き打ちをさせておこう。米蔵を、米蔵を襲う。お任せくだされ、お任せくだされ。敵は出てこないね。本当にこの攻略戦手間取るよな。動かないか、全然動かないね。お任せくだされ。いやもう建物全部破壊し尽くしても出てこない感じがあるな。お任せくだされ。打ち壊せ。いや完全に籠城を決め込んだな。破壊の限りを尽くしてるけど。お任せくだされ。なんだ我らの殿は守ってくれんのかとはならないんですね。お任せくだされ。いやもうありとあらゆるものを破壊し尽くしたけど出てこないね。
しょうがない。総攻撃をかける勇気はないんだけどな。まだ敵の部隊多いですからね。士気も高いしね、敵。ただ今縄文が開いてる、開いてるぞ。そうだ、ぶち抜け。歌舞伎門が破壊できる。歌舞伎門破壊して櫓も破壊しよう。正勝の部隊も撃破だ。櫓も破壊。どうなる？こっからも力押しだな。こう。まあ、秀吉の部隊はいいでしょ、この際。よし、矢倉も占拠した。あとは本丸だ。落とせなかったか。いやー、ちょっと今回はあれですね。そのいわゆる野球打ち工作がうまくはまらなかった。しょうがないですけどね。これ三好と松永久秀、あとは足利義照の話かな。おそらく足利将軍暗殺絡みの話だと思うので、これもちょっと見ていきましょうか。いや、美の計略は本当に時間かかるんですよね、毎回毎回。まあ、ヨシテルは剣豪将軍と呼ばれたそうなんで、そうですね、僕天から指示を受けていたという話なので、この時のヨシテルっていくつぐらいだったんでしょうね。もう50、60のおじさんではなかったんじゃないかなと思うんですけどね。もしここで本当に敵と組み合って切り伏せたりしたんであれば。内容工作だよ、内容工作。カズマスを使って、いや、もう一人誰か内側からね、寝返ってくれるようなものがあるとありがたいんだけどね。さて、商人は今回は来ていないよね。商人が来てたら、まあ早々に商人を使いたかったんですけど、じゃあ武家屋敷を建てていって、
有志数の底上げを図ろう。まあ、お金はかかるんですが、どうしても今は武家屋敷を建ててまとまった数欲しいからね。治安隊長吉成で、あとは人事異動だな。配属で勝家のところに戦える武将を入れていきたいね。まずは前田慶次でしょ。三井ではちょっと危険なんだよな。あとは秀高、あ、常ちゃん、この辺り入れとく。で、再び美の攻略を行っていきたいんですけど、時間が少し長くなってきてしまってるんですが、ここは美の攻略を成し遂げたいので、もうちょっとだけね、皆さんにはお付き合いいただきたいと思います。さて、引き抜きだ。誰が引き抜ける？まず小六引き抜きたいよ。小六、秀吉を使って、よし、まずは小六を手に入れた。小六を手に入れただけでもだいぶでかい。あと半兵衛、半兵衛だよ、半兵衛欲しいよ。信長自ら行ってみる。あ、まあそりゃそうだよね。あとは強い武将、一徹は、よし、これでひたすらにというか、もうちょっと兵が回復するまでに、小六を削っただけでもでかいよ本当に。ここまで小六と戦ってきて見ていただいた通り、小六マジで強いんで、半兵衛も欲しいよ。半兵衛も、半兵衛のもとに秀吉を派遣しよう。よし、半兵衛も来た。さすが秀吉だな。待ってくれ、秀吉の人たらし能力めちゃくちゃ高いな、やっぱり。となると秀吉の弟秀長も欲しいよ。で、ここは半兵衛を使おう。半兵衛、早速半兵衛を使って知力、まだいないか。ま、数正あたりを使って潜入させた上で引き抜きだよね。この中で引き抜きたい武将は特にいないな。まあ、ひねの、忠誠とかむちゃくちゃ高かったんで、こうひねのが寝返るとは思えないんで、そうなると、美の三人衆だよね。まずは森綱。小六を派遣。うわ、ダメか。小六を出してもダメってなると、やっぱ秀吉になっちゃうんだよね。一徹。一徹のもとには信長自ら橋を運ぶ。よし、寝返るね。これで兵数が2000に達したら再び兵を出しましょう。あ、そういうこと？家康と同盟が切れるのか。じゃあ家康とはもう一度同盟を結んでおこう。まあ、家康と同盟を結んでおいて損することはないので。ちょっと待ってくれお前、家康貴様まあただ家宝はくれてやってもいいでしょう。今は美の攻略が最優先なんで、美の攻略のために武将浅野壇上長政、長政こそ小六を派遣する。よし、でだ、計略引き抜きよう。引き抜きで森綱、美の三人衆のうちの森綱を半兵
半兵衛でもダメとなるとやっぱりね秀吉なんですよ。盛綱は秀吉、秀吉でもダメか、マジか。となるとあとは盛綱がダメとなって僕前はダメか、まあ、桑山自体がダメだよね。じゃあ次のターンで兵を出しましょう。とはいえ一応引き抜きで利光あたりは引き抜けるんだったら引き抜きたい。うん、ダメだね。じゃあこれで、軍を出しましょう。この戦いまではちょっとねプレイを進めていきたいと思うのでお付き合いお願いします。勝家がいて数正の戦、半兵衛に正勝、まあ小六ですね。信盛秀貞、この代わりに誰か部隊いないのか。まあいないね。また勝家に頼るしかないな。で利光と秀吉と龍興自らが出てきている2000、これ撃破したらでかいね。じゃあまた焼き打ちから始めていこう。で今回こそ確実に敵を撃破したいので正勝、まあ小六ですね、小六をまた敵が打って出てきた時のために残しておきましょう。まあ義達がね出陣してきてくれるかどうかっていうのはかなり重要なポイントなんで、野球中始めたけど動かないよね。全く動じないね。いやマジか、ここまで動かんか。お任せくだされ。歌舞伎門回復してて櫓も回復してるな。まあ力攻めにするにはきついよね。もうちょっと減らしたいよな。まあとはいえしょうがないね。前進、敵が出てこないとなった以上はもう正面決戦で、まあ、ここまでだいぶね敵を削ってきて武将、有力武将もいなくなっているんで、いよいよ利光の部隊から叩いていこう。あとは龍興義達ですね。義達を討ち取れるかどうかだな。お、出てきた。これはでかいぞ。一旦時間を止めちゃおう。止めちゃって利光の部隊を確実に撃破しよう。逃がすなよ利光を。まずは利光を壊滅。お任せくだされ。で歌舞伎門も撃破、割ろう歌舞伎門。よしで続いて櫓だ。
矢倉を先に、ちょっと待ってね、矢倉がいいのか、それとももう本丸落とした方がいいのか、ちょっと微妙だな。矢倉よりも先にもう館を落とした方がいいね。あとは時間との勝負だね。矢倉を、矢倉じゃない、館だね。よし、そうか、当家に仕えるんだったら許してやろうと思ったが、ここは死んでもらおう。まずはイマルム、ちゃんと言えてないですね、岩村城を奪取しましたというところになります。ではちょっとだいぶ時間長くなってしまったんで、次回はですね、この続きをまたプレイしていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。